姿勢を見せました。現在、核軍縮をめぐる国際社会の分断の深まりや、ロシアによる核の威嚇等により、その道のりは一層厳しいものになっています。しかし、このような状況だからこそ、核兵器のない世界の実現に向け、国際的な機運を今一度呼び戻すことが重要です。世界中の指導者は、核抑止論は破綻しているということを直視し、私たちを厳しい現実から理想へと導くための具体的な取り組みを早急に始める必要があるのではないでしょうか。